チャンネル登録、コメント、励みになります。お待ちしています。2021年10月8日、歌舞伎俳優の当時、市川海老蔵さんがブログを更新して、その日、突然東京を襲った地震で、10歳の長女麗華ちゃんがとっさに取った行動へ感動をあらわにしておられました。10月7日夜に関東一帯を直撃した地震は、東京足立区や埼玉県川口市などで震度5強を観測しました。ロンドンブーツ1号2号の田村敦さんが強い揺れに遭遇して家族の安否を確かめたほか、タレントの湯沢慎さんや川崎麻世さんらも被害を報告するなど、芸能界にも広範囲で影響を及ぼしました。海老蔵さんも同日に地震発生を報告されていました。海老蔵さんは、幸いなことに被害がなかったものと見え、その時には大きいですねとだけコメントしておられました。そして翌日の8日朝に、昨日の地震でと題して当時を回想してブログを更新されました。周囲が地震で揺れた時、麗華ちゃんは一番初めに8歳の弟勸玄君を守ったとのことです。海老蔵さんは、もうなんて優しいお姉ちゃんなのと感極まった調子でコメントしておられます。そして今そのお話してますと綴っておられます。また後の投稿では、本当に本当に優しいの真央によく似てると2017年に乳がんで他界した小林真央さんを引き合いに出して感慨深めに漏らしておられました。その麗華ちゃんの弟思いの報告を見たファンからは、まだ小学生なのに麗華ちゃんだってさぞ怖かったでしょうに、えらい、お姉ちゃんとしての思いを感じられて泣けるなど、麗華ちゃんの行動をたたえるとともに、その勇気に驚く声が続々と寄せられたということです。麗華ちゃん、本当に立派なお姉さんですね。真央さんも安心していらっしゃることでしょう。チャンネル登録、コメント励みになります。お待ちしています。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。